それってカリン。ええ、あの時の軍事演習の時の。あ、ま、修行の途中でそうなられると俺も迷惑なんでね。この手の修行を頼みに来たやつには一人お供を用意してもらうことにしてるんだ。そのお供の役割ってのは殺すことですな。そうそう、やっぱあんた察しがいいね。な、そんな感じなんだが、それでも秘術を習得したいかい、兄ちゃん。俺、トウヤを助けるために、それがみんなを助けることにつながるんだって。俺ずっとみんなに支えられてきた。だから今度は俺がみんなを助けたい。みんなと会うまではさ、一人で何でもできるトウヤにずっと憧れてきた。でもみんなに助けられているうちに、若き一人で何でもできる最強になる必要なんかないって。みんなが支えてくれるから、俺が最強じゃなくてもいい。俺たちが最強ならそれでいいんだ。そのために俺は俺のできることをしたい。アツマ、アツマ、へえ、かっこいいな兄ちゃん。で、あんた、おめえはどうなんだ。あります、アツマ。よいな。お、男だね。さて、じゃ修行を始めるかい。上で待ってるからな。準備ができたら来てくれや。修行の内容は始める前に上で説明すっからな。準備は万端か。そんじゃ修行の内容を説明するぞ。おめえらにやってもらうのは、この先にある最小の社からあるマテリアルを取っ、この先にある最小の社だよ。この先に最小の社があるのですか。なんだ、知らずに来たのか。うかつな奴らだな。だっててっきり京都シティっていうか、京都城のどっかに最常識に縛られんなっつっただろ。都市の地下深くに埋めて閉じ込めたり、水攻めで封じようなんてのは東の方の堅苦しい考え方だ。最初はな、山と共にあんだよ。山と共に。そうだ、最初を押さえつけて封じるのではなく、逆に力を恒常的に吸い上げることで。うん、どういうことだ。だからな、最初の力を吸い取ってそれを山に返してんだ。おかげで封じている上に、ただ押さえつけるよりも。へえ、京都の人って頭いいんだな。意外、意外だ。なんだし、とにかくだな、おめえらが物を知らないおかげで、おめえらは最小の社の祭壇にあるけどさ、デビルゴーレムなんかに近づいたら危ねえから修行なんだよ。このすったかどっかい。危なくないのは練習とか
大体ね、あんたが危なくなったら何の問題もないんだ。いいな、絶対殺せよ。絶対殺しましょう。自信を持って受け負われると嫌だけど、頼むぜライガさん。あのさ、修行ってやっぱ二人っきりでやるんだよね。な、なんでだ。いいぞ何人でも、どうせ最後は人数は関係ねえからな。そうなんだ、よかったわ。これでアツマの最後を見逃さなくて済む。カーリー、んー、冗談冗談。ほら行きましょう。ち、上がったぜ。ま、アイテム取ってくるだけなら楽なもんかもな。よし行ってくるぜ。行ったか。あ、いけねえ。そういや番人のこと言うの忘れてた。まあいいやな。行くわよ。負けてらんねえな。いちいち相手なんかしてられないわ。